もしもし、皆さんこんばんは。これは第7回、漢字の勉強 JLPTN1 フラッシュカードリビューです。で、今日はちょっと前と違って、今日は復習が終わって新しい漢字を探して入れること、このフラッシュカードの中だから、スピードがちょっと遅くなるんですね。それでも興味がある方一緒どうぞ。では、やりながらちょっと説明する。僕はこのタノスの漢字リストを使ってますよね。で、今、75、80%ぐらい終わりまして、この辺だと思う。どこどこどこ、この辺だと思う。で、ちょっと待って、先のとこを探さなくちゃ。やっぱりここまでだと思う。いや、もうちょっと上。違う。みんな似てるから忘れちゃう。これまで。先の今日まで。で、こうして、このタノスのリストの漢字をクリックして、それがロードしながら、グーの字体のこれに入れて、これに入れる。で、手作業しながら、この漢字を、の音読みを、覚えること。で、ほう、まあ、ほうは、この形、右の方はほうで読むから、そんなに難しくないと思う。でも、これは特例ですね、このほう。辞典には大体、この定義はちょっと短いだけ。じゃあ、この方は、官庁からいただく手当か。給料。給料ってことですね。補給か。誤報、増報、年俸、とにかくここに暗記にペーストして、で、大体いつもじゃないけど、大体ここに例を探す。今度は例がないみたいので、それで終わりましょう。で、次を探す。このパターンを繰り返すだけ、永遠に。このリストは、自分のためだから、簡単な、もう分かってるやつは入れない。けど、大体分からないので、みんなに役に立つかもしれない。このリンは、見たことあるけど、普通のリーと勘違いしてるかもしれない。ちょっと見ましょう。でも例はいっぱいある。いっぱいっていうか、多分あれですね。
芥川の小説と、まあ小説というかその短いやつの大きさでリンとか入ってったかもしれない。とにかくまあその結構短い長さと線人は何だろう、とにかく入れましょう。だいたいその ちっちゃいという意味するね。ごく小さい数量、うん、多分その感じはその覚えにくくない。で次は、あ、これは見たことある。なんだろう、これ なんで読むか、ほうで読む。最高峰、最高峰で読むか、うん、最高峰。比喩的にも使うよね、この感じは。自信ないけど、最高峰、その峰は知らなかった。役に立つ。あ、定義は忘れた。ほう、なんか音読みがその感じとそんな似てないけど、その右下のとこがちょっと方っぽいかな。でもやっぱり山が入ってるからそれありがたいですね。山が入るぐらいで、上が足、歩いてる足だから、うん、あと右下が念みたいな。であれぐらい歩いたら山の峰に、うん、届くんじゃない。うん、じゃあこれは大丈夫大丈夫。で次の漢字、今回は軽ですね。軽も知らない。あ、名前よか、人名よかな、稽古とかそういう、うん、調べず前に何も言わない方がいい。ここにこれはやっぱり人名よ。言ったことある。あ、でも言葉いっぱいある。その青いはまあ定義はあるってことは使われてるですね。時計、あ、これは時計か、時計の漢字か。絶対時が入ってると思ったけど違うね。まあもしかして2つある。はい、人名漢字はまあ適当に入れるだけ。なんか見たら、絵を見たらで、うん、もうちょっと勉強するけど。あ、じゃあ時計、あ、やっぱり時計はこれですね。カモスっていう動詞、最近見たことあるので、雰囲気をカモスとか、それは比喩的に使うよね。でその先避けへんだから、シューとか、あ、違う、
これは上で読む。女性。うん、わかりやすいよね。醸造。これわかんない。金造。外造か、これ。あ、か。過剰。多分カモスを一番使うんじゃない？え、クリックしたんじゃない？なんかプラグインがいっぱいあるからクリックしたかどうか、まあ例がないので次に。じゃあもう一個やる今日。あとはこれは見たことない、なんだろう、楽しみ、見たことない感じ。でも例はいっぱいある。そのままね、そのままの国をね、ハス、ハチス、ハス、これはどっち？ハスだと思う。時にハス。え？でもレンは書いてある名前。ハス、まあ、その花っていうことですね。あ、これも地味を感じ、わかりやすいですね。レン、いやー、入れました。で、まあ今回はこれまで。